泣いてないで答えて。誰？ママ、ママ。どうして泣いてるの？どうして私の中にいるの？泣くのはやめて。あなた誰？お名前は？お姉ちゃん。私が聞こえるの？聞こえるわ。誰？あなた。ミキ。私と同じ名前なのね。どうしてそこにいるの？地面がね、すごく揺れたの。え？そしたら、外に出られなくなっちゃって、煙が。煙が出たの？ユイト君、後で出るからって。でも、え？ユイト君？地震？煙？ユイト君？え？頭の中がゴーゴーうなった。そして突然、どこ行くの？何？え？戦闘ごっこするの？お花植えないの？そんなとこあるの？あ、出口！ここ、ユイト君と二人だけのお花畑になるね。楽しみだな。明日は咲かないよ、ユイト君。キス。早く。ユイト君大好き。ユイト君は？ダメ、大好きじゃないとダメ。少し暗くなっちゃったね。うん、平気よ、私がかばってあげる。あ、ユイト君。ユイト君は
すぐ消防の人が来るから。パパが助けてくれないならいい。私が助けに行く。ミキ。ミキ。離して離して。ユイト君が死んじゃう。あなたがユイトを殺したの？なんてことしてくれるの？どうしてあなた一人逃げてきたの？卑怯者。うちのユイトはあなたが殺したのよ。そんな違うよ。私はなんですって。うちの子のどこが人殺しなの？誰が卑怯者よ。やめないか。人殺し、ユイトを返して。したのに。あの時だ。私が知らない私。私を失った私が私の中で生まれた二重人格、乖離性同一性障害。健忘の中には選択健忘って言って、特定の人物とか場所とか状況とか外国語とかを思い出せないものもあるんだ。だから忘れようとしたの。平野君のことも幼稚園のことも。ってどうしたんだ。あの傷、あの火事で私を助けようとして、なのに私いっぱいひどいこと。そんな時間ないんだ。早く平野君を助けなきゃ。泣かないでミキちゃん。ユイト君は今どこにいるの？死んじゃうよ。ミキちゃん聞いて。まだ地下室にいるの？どうやって逃げてきたの？ちっちゃな穴。ユイト君は来なかったの？ユイト君、後で来るって。前もそう言って。ユイト君絶対だよ。平野くん。私は夢中で走り出した。頭の中でもう一人のミキちゃんが泣いていた。もう一人のミキ。私が失った私。平野くんが死んだと勘違いして分離してしまったもう一人の私。でも泣かないで。絶対平野くんを助けてみせるから。絶対今度こそ私が助けてあげる。お願い、生きていて。平野くん、平野くん。
もうこんなに煙が。平野くん、平野くん、ダメだ、返事がない。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。まだ平野くんを助けられるはず。でもどうやって。私が出てきた穴じゃ平野くんは通れない。でもドアは壊れているし、みんなを呼びに行っている間にどうすれば。そうだ、パワーショベルの。ダメだ、電気なんかないもの。平野くん、平野くん、返事して。どうしたらいいんだろう。このままじゃ平野くんが。そうだ、バールか何かがあれば。あった、焼けてる。ハンカチ、ハンカチ、ない。どうしよう、早くしないと平野くんが。私はもう一度バールを掴んだ。あつっ、こんなので負けてたら平野くんが。平野くんだって私のために火傷したんだもの。待ってて平野くん、今助けてあげるから。今度こそ絶対。ちゅミキ、ゆいとくん大好き。ゆいとくんは？ここゆいとくんと二人だけのお花畑になるね。Thank you.
Thank you.